フィギュアスケーターの浅田真央と姉の浅田舞が17日、千葉、舞浜アンフィシアターで行。バレた健康増進型保険、住友生命、バイタリティ、メディア発表会に登場した。浅田真央、左、と姉の浅田舞、右、同商品のアンバサダーを務める二人は、健康美輝くスポーツウェア姿で軽く走りながら登場。真央は、精一杯皆さんにお伝えできればいいなと思っています、とアンバサダーとして、の意気込みを語り、舞は姉妹揃っての就任を、とても嬉しいですね、と喜んだ。また、健康維持のために日々心がけていることを聞かれると、真央は、ボクササイズを始めました、と明かし、フィギュアスケをやっているので毎日滑って運動はしているんですけど、その他に引退してから始めたのがボクササイズです、と説明。アイスショーも開催しているので、体はしっかり作っていかないといけないなと、運動は大切だなと思っています、と話した。舞は、体が喜ぶものを食べるようにしています、と明かし、私も真央と一緒にアイスショーに出演しているので、運動した後はお肉や炭水化物をたくさん摂ったり、しっかり食べてしっかり動くようにしています、と笑顔で健康の秘訣を語った。発表会には、俳優の瑛太、巨人、ヤンキースなどで活躍した松井秀喜氏、元新体操日本代表でスポーツキャスターの畠山愛理、サッカー元日本代表 MF の福西崇史氏も出席した。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。